聖書を拝読いたします。本日の箇所はコリント人への手紙第1、16章、1節から14節です。さて、生徒たちの献金については、ガラテヤの諸教会に命じたように、あなた方にもこう命じます。私がそちらに行ってから献金を集めるようなことがないように、あなた方はおのおの、いつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えておきなさい。私がそちらに行ったとき、あなた方の承認を得た人々に手紙を持たせて派遣し、あなた方の献金をエルサレムに届けさせましょう。しかし、もし私も行く方が良ければ、彼らは私と一緒に行くことになるでしょう。私はマケドニアを通って後、あなた方のところへ行きます。マケドニアを通るつもりでいますから。そして、多分あなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。それはどこに行くとしても、あなた方に送っていただこうと思うからです。私は今、旅の途中にあなた方の顔を見たいと思っているのではありません。主がお許しになるなら、あなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし、五巡節まではエペソに滞在するつもりです。というのは、働きのための広い門が私のために開かれており、反対者も大勢いるからです。テモテがそちらへ行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるように心を配ってください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるからです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して、私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと共に来るのを待ち望んでいます。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところへ行くように、私は強く彼に勧めました。しかし、彼は今そちらへ行こうとは全然思っていません。しかし、機会があれば行くでしょう。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさい。一切のことを愛を持って行いなさい。では、これから交わりの輪を広げようという題で、黒田作牧師がメッセージを取り継いでくださいます。アロー ハ, ロー ハ, ロー ハ, ロー。久しぶりにこう言いました。日本で長くなってアロハという機会が ないのと、なんとなく言えなくておはようございますって言ってしまうんですけれども、今日はここへ戻ってきてアロハが言えて嬉しく思っています。お元気ですか？なんか声が小さいですね。だいぶ朝から疲れているような感じですけれども、私たちは日本にいて小さなグループに今いるんですけれども、みんな年寄りなんですね。一番若い人で50歳ぐらい、50歳でも本当若いんですよ。で、あとは後期高齢者という言葉が日本にあるんです。で、その後期高齢者に入るのが半分以上で、そのうちの一番年いってんのが私で83歳になりました。もう本当に夫婦で夫婦言いながら、でも楽しんで今が一番幸せかねなんて言いながら毎日過ごさせていただいています。でも今日は特別な日で、久しぶりに聞きに帰って御言葉をご一緒に開くことができて感謝をしています。今日は交わりについてご一緒に考えたいと思うんですね。というのは、最近日本ではアメリカのいろんな問題の中に分断というのがあるということが聞こえてきます。日本でもそうなんです。先日長野である男の人が二人の奥さんを包丁で刺して殺し、駆けつけたおまわりさんを銃で射殺したという事件が起こりました。そしてその彼が言ったのは、僕はずっと孤独だったというんですね。だから、もし交わりがあったら、その人はそんなことせずに済んだかもしれない。で、交わりを書くと、私たちは誰でも普通では折れなくなってしまうわけです。いかがですか？今日ここにいらっしゃる皆さんは、自分は本当に交わりの中で支えられている。自分には交わりを支えるこの生活ができているというふうにお感じになりますか？交わりが十分ある。もし交わりを育てることができたら、私たちは変わることができます。喜びや感謝や平和を生み出し、そして一人で頑張ってるだけではなくて、みんなでそれを喜ぶことができるようになります。で、この今日読んでいただいたコリントの手紙は決して楽しい手紙ではありませんでした。パウロはコリントの教会の中にいろんな問題があるので、この手紙を書かずに折れなくなったんです。教会の中に派閥争いがある、結婚生活がめちゃくちゃになってる夫婦がたくさんいる、メンバー同士でなんと裁判沙汰が起こっている、
まあ偶像の問題や威厳による混乱などいろんな問題を何とか解決しようとしてこの手紙を書いたんです。でも誰もそんな面白くない手紙でポッと終わりたくはないですよね。で最後に書いたのがこの献金の問題だったわけで、献金なんですよね。なんで献金が最後に来るいい材料なのか。この献金が実は素晴らしいんですよね。この献金を通して異邦人の教会はユダヤ人の教会を本当に心に覚えて愛しているということの証を立てたいと思ってこの献金のについて書いたわけです。そこで、ちょっとお互いに考えたいと思うんですが、もし自分の心と生活の中に途切れたままの交わり、こじれたままの関係、何とかしたいとせにゃいかんと思っているようなことがあるなら、今日は聖書から励ましをいただいて、この交わりをもう一度作り直して、これでよかった、これでいいんだっていうふうな歩みへと入っていきたいと思うわけです。というのは、人は交わりに支えられて生きるようにもともと作られているからなんですね。でまず今朝第一に覚えたいことは、人にとって交わりというのは命だ。大げさに言ってるんじゃないんです。人にとって交わりは命だっていうことです。どんなに豊かで、多くの人に囲まれながら暮らしているように見えても、本当に心に触れ合うような交わりがなかったら、私たちは本当に寂しいわけです。暗い、力が出ない。逆に困難があっても、夫婦であれ仲間であれ、私は一人じゃないと言える交わりの中に、支えられているなら、私たちは元気に生きるということが可能になります。で、人はそういうふうに神様に作られているんですね。神様はご自身に似せて、人をお作りになったと聖書は語ります。で、人が神様との交わりに迎えられるようになった、その時人は生きることができるようになったわけです。ちょっと創世記に戻りますけれども、創世記の2章の7節、旧約聖書の、3ページですね、開いていただきますと、私は新改訳の2017番というのを使っていますので、先ほど聖書朗読していただいたのとちょっと違うかもしれませんが、ほとんど一緒です。このように書かれています。創世記2章の7節、神である主はその大地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。何度もお聞きになったかもしれませんけれども、ここで言われている息という言葉は、霊という言葉にも訳されるヘブル語で、人だけが神様に似せて作られた、そのように、作られた時に人は神と交わることができるようになったと書かれています。つまり人間だけが霊的なものとして作られて、神様が人に命の息、霊をお与えになった、その時人は生きるようになったというわけです。人が生きるというのは本来神様と交わっている、その交わりがあるという時に、あなたはあなたらしさで生きることができるんですね。たとえどんな環境の中にあってもです。どうですか、今いろんな問題を抱えていらっしゃるかもしれません。疲れていらっしゃるかもしれません。しかし私は神様と一緒だ、
ということを自分の心の中でこの思い返すだけでも、ああまあいいやとこう言えるようになる。それが人が神と交わるときに、この得ることのできるあなた本来の生き方だというわけです。ところがご存知の通り、エデンの園で初めの人アダムとエバが食べてはならない、食べるとその時お前は死ぬぞとこう言われたわけです。ところがその神様の言葉よりも食べてみたいという自分の思いをに負けて取って食べてしまった時に神様との交わりが破れてしまいました。したことはどうですか？大したことないわけです。木の実一つ取って食べた、それだけですよ。私は今朝からパパイヤのおいしいの食べてきました。それで終わりなんて言ったらもう大変ですよね。パパイヤ食べても問題がないのに、なんでこのアダムとエバが取って食べてはならないこの木を食べた時に問題になったか。それは神様との交わりが、神様が取って食べるなよと言われているのを知ってながら覚えてながら取って食べた、つまり神様との信頼の関係が破れたからです。どんな大きいこと小さいこと、そのことの大小ではなくて、神様とのただ一つの信頼関係を表すことのできる約束を守る、それをエヴァは破ってしまったわけです。その時人は生きる命を失ったわけです。どうなったか、創世記の三章の八節を見ますとこう書いてあります。そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻とは神である主の顔を避けて園の木の間に身を隠した。神様との交わりが破れてしまった。その時神様はどこにいるのかとお探しになったわけです。その時にアダムが飛び出て行って、神様すみません、あなたが取って食べるなと言ってしまったのをエヴァが食べて、なんとも申し訳ない、私も食べてしまいました、ごめんなさいと言えばよかったんですよね。ところがアダムは何と言いましたか？あなたがくださったこの女が私にくれたから私は食べたのですと言ったんですよね。それを聞いたエヴァの気持ちは聖書には書いてませんけれども、何をあなただっておいしいって食べたじゃないなんて。それで神様との交わりが破れたことは夫婦の関係が破れることになってしまったんですよね。もしか本当にごめんなさいってアダムが率先して言ったら、聖書には私たちが罪を告白したら神様は許してくださるって書いてあるので、ひょっとしたら聖書のストーリーが変わったかもしれないですよね。私たちの交わりが破れるというのは信頼関係を保つ、それが神様と人間との間には木の実を取って食べるかどうかにかかってたわけです。あなたが人との交わりの関係が破れたと経験があるとしたら、それは原因は何でしたか？どんなことであってもその人との信頼の関係が破れたとき、私たちは交わりを失うわけです。神との交わりを失った結果何が起こったか。最初の家庭アダムとエバはエデンの園からエデンの東に追放された。そこで生まれたカインとアベル、その兄弟のお兄さんのカインが弟アベルを殺すということになった。最初の過程ですよ。世の中だんだん悪くなっているように思いますけど、そうじゃないですよね。神様との関係が破れたら人は普通で折れなくなってしまうんです。時間の問題じゃない、レベルの問題じゃない、
だからアダムとエバの時もそうであり、今のあなたの状態でも神様との関係が崩れるといろんなところに影響が出てきて交わりが破れてしまうわけです。求めずには折れない神様を見失い、また求めずには折れないこの夫婦の関係を傷つけてしまい、神に作られていながら神から離れて生きるようになってしまった私たちは、まるで狂った磁石みたいですよね。人の持つ一番確かで強い母親が子供を愛するという、そんな関係までが崩れてきます。最近日本は本当に悲しいニュースがいっぱいです。ハワイもそうかもしれませんけれども、生まれたばかりの赤ちゃんの首を踏みつけて23歳の母親が殺した。どう思います？5歳の三男に食べ物を与えずに母親が餓死させた。最近そういうニュースがいろいろ出てくるんですよね。しかし神様はそういう私たちに歴史を通して語り続けられて、こうおっしゃいました。イザヤ書に書いてある49章の15、16を読みますと、女が自分の血の身子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。そして見よ、私は手のひらにあなたを刻んだ。あなたの城壁はいつも私の前にある。交わりが破れて人間関係がどんなに傷つき崩れたとしても、私はあなたとの関係を失うのではない、あなたの名前を私は手のひらに刻んでいる、そうおっしゃってくださるんです。そして人間を愛してくださった神様はイエス・キリストをお送りになり、キリストはおっしゃいました。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。だから私たちが現実どんな状況の中にいたとしても、このイエス様に出会うとき、もうあなたはもちろん誰であっても孤独でいる必要がないんですよね。神様があなたと交わりを持とうとして分断している、破れている関係を修復するためにイエス・キリストをくださったからです。キリストの愛の技によって、私たちがもう一度交わりに回復されているということを味わったときに、弟子のヨハネは手紙の中でこう書きました。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちも互いに愛し合うべきです。だから愛するために何が必要と、何が必要か、愛が必要なんじゃないんです。愛されていることをもう一度しっかり自分が味わうことが必要なんですね。愛することではなくて、愛されていることにもう一度しっかりどっぷり浸かることです。その時私たちも互いに愛し合うことが回復されていくというわけです。そこで第一は、この交わりというのはそういうふうに私たちにとってはあった方がいいことじゃなくて、なければならない。あなたがあなたらしさで生きるためには、交わりは命だということがまず第一。第二は、その交わりをどこでもう一度始めるか、その第一歩はあなたが一歩踏み出す時です。私の孫のユキっていうのがいるんですが、
高校3年生の時にこんなこと言ってきたんですね。今度ミュージカルに出る。ミュージカルなんか嬉しくなりますよね。でオーディションを受けた。オーディションを受けてミュージカルに出るような、そんなことがあったってびっくりしたんですが、彼女がいよいよ本番になると出演者の私たちはみんな頭を剃るのって言うんですよね。なんちゅうミュージカルやとか思ったんですが、なんでそんなことってこう言うと、話の表面だけ聞くとそんなアホなとか思うんですが、彼女がそのストーリーを話してくれたんですね。一人の転校生がいたそうです。白血病のために転校してきて、そして馴染めない学校生活に入りながら入院して、抗がん剤治療を受けて頭の毛が抜けてしまった。彼女は体調も優れず、慣れない学校で学校に戻ることができなくなった。でいよいよ夏が近づいてきたので、高校3年生の思い出作りにみんなでビーチへ行こうということになった。そしてその友達にもなんとか頑張って良い思い出を一つでも持ってほしいと思って、誘った。ところがやっぱり馴染みきれない、そしてその上抗がん剤で頭の毛が全部抜けてしまって、そんなこんな私に学校へ行けるはずはない、でももうなんとかおいで、なんとかおいで、とうとう彼女は根負けして、ある朝学校へ行ってガラッと戸を開けたら、みんなうわーっとこう迎えた。でみんなの頭は丸坊主だったという。交わりっていうのは本当に私たちの側から一歩踏み出していくときに初めて届くものですよね。そして届ける方法を私たちは見つけることができる。そのミュージカルの題は友情という題だったそうですけれども、私たちも何か崩れているものがあれば本当に心を尽くして考えて見つけることができると思うんです。そしてその見つけた一つが16章の献金だったわけです。パウロが見つけたのが献金だけ見ると、なんでそれが交わりになるのかと思うかもしれませんが、神様がキリストを用いて初めてくださった交わりのネットワークが、このパウロを通してエルサレムへとこう届いていく、そういうストーリーなんですね。以前からパウロはエルサレムのクリスチャンたちの交わり、教会についていつも心をこの使っていたようです。使徒の働きの11章のところにエルサレムの教会が飢饉にあってるっていう時には、食料をまとめて、アンテオケの教会からバルナバと一緒に届けに行ったというような記録が出ています。まあエルサレムの教会が気になるっていうのは分かりますよね。初めてのエルサレムの大迫害の時にステパノが殺されました。そのステパノが殺された時のこの一番のこの指導していた中の一人がパウロだったわけです。ステパノが殺されて、クリスチャンが迫害されて、もう持ち物も持たず、仕事も家族も家も何もかも捨てて後にして出ていかなきゃならないクリスチャンたちをパウロは自分の目で見ていたわけですよ。でエルサレムに残ったのは十二使徒を中心にする、まあ言うならば幹部ばっかりが命がけでエルサレムに残って、エルサレムの教会が続いていたわけです。彼がやがてクリスチャンになり、宣教師になり、迫害される身になった時に、彼はエルサレムの教会のことが気になったわけです。もちろん放っておこうとするなら放っておくことができたわけです。しかし交わりというのは、放っておいても別に何かあなたが責められるわけじゃない、あなたの責任が問われるわけじゃない。しかし交わりというのは、放っておいても良いところを放っておかずに、あなたの側から一歩踏み出す、
それが交わりの回復になるわけです。もしあなたの心に何か気になっていることがあれば、一歩踏み出すのはあなたなんですよね。私たち夫婦は結構仲のいい夫婦だと自分でも思ってるんですが、この時々ぶつかることがあるんですね。で、何がぶつかるかというと、特にハワイでいた時なんか、いつか安子もういい加減にしといたらってこう言うんですが、安子はいい加減にできないんですよね。で、何をしたかというと、今日島回りに行ってくる。どうして、誰と、ってあれ名前を言うわけで、私知らない人なんですよね。そんな人知らん人やん。いや、知らない人だけれども、この人はもうきっと一生ハワイへ戻ってくることないと思う。でも天気悪かったから、島の裏側のあの綺麗な海見せといたりたいねんって、家の中ひっくり返ってるのに車走らせて一日走って帰ってくるわけですよね。ああ、もういい加減にしといたらって言うんですが、彼女はいい加減にできたわけで、天気が悪くて海が青々してなかったらごめんね、天気が悪くて、何も天気の責任まで取る必要はないと思うんですけど、そんなにまでして、とにかく彼女は島周りの名人みたいで、昨日もクアロア牧場へバスで走りながら、よう走ったとこや言いながら、あの楽しい時過ごしてきたわけですけれども、その代わり今どうかというと、日本でこういろんな人に会う時に、あの時はありがとうございましたって言うんですよね。どの時か全然覚えてないわけです。あの時はもう本当にタンタラスに連れて行ってもらって、夜景を見せてもらって、それからバビーズでアイスクリームを食べてとか言って、もう本当にいろんなことも覚えてらっしゃるわけです。私は全然覚えてないわけですよね。でも本当に交わりっていうのは何もしなくてもいいんです。でもしたら生まれてくるもの、一歩踏み出たら回復できるものなんですよね。たとえ小さくても、あなたが何かを届けるとき、交わりのきっかけが生まれて、そこで作りだ。レインボーコネクションもそうだと思いますね。巻き木の私たちがいろんなことをすることが、どんなに高知に届いているか、皆さん高知においでになったこと、ぜひ来てくださったらいいと思います。今もいいですよね。しおりちゃんいます？しおりちゃん。あ、英語の方へいた。残念。かおりさんは？あ、じゃあひなこさん。ひなこさんも英語。残念。それでもひなこさんとかおりさんは、あ、じゃあしおりちゃんは、あのレインボーコネクションでもう何年も前にお世話になったのが忘れられなくて、ハワイへ戻ってきて巻き木へ来てるわけですよね。今高知で土佐塾で、巻き木からの先生が祐介さん、藤沢祐介さん、井田マックス先生ですよ。あのマックス言ったらもう叱られるんですが、マックスが先生人気があるんです。この頃、まあ、マックスは高知で有名人ですからね。けん玉で世界一になったんですが、で、なんとかいう演歌の歌手に、あの紅白歌合戦で最後にけん玉や、あれを教えたのはマックスなんですね。で、去年かのけん玉のあれやるときに100番目にマックス出てたんです。気がつきました？そんなんどっちでもいいんですが。とにかくそうなんですよね。私たちがちょっとしたことをやってると思うことが人の心には届くんですよね。そしてそれが交わりになって、このいろいろなことが生まれてきます。ある人がこの私たちの交わりっていうのは本当に愛の証、小さなものでも愛の証だというふうに言われます。愛というのは、このある人の本に愛は動詞ですってこう書いてあったんですよね。愛は動詞じゃないですよ、名詞ですよね。
言葉では名詞です。でも愛があれば動きが出てくる。あなたの心にある愛が燃えながら何もしない、そんなことにはならない。愛があったら何かしたくなる。交わりもそうだと思いますね。交わりは名詞です。でも私たちの思いの中に交わりっていうのがあったら、あなたは今日何かを始めることになる。そしてその交わりを通して私たちは新たな動きを作っていく。愛の反対というので、その本に書いてあったのは憎しみではない、愛の反対は無関心ですと書いてあります。交わりも同じだと思いますね。交わりは必要としている人が目の前にいても無関心で通ってしまうというのは愛の反対であり交わりの反対だと思います。パウロはこのコリントにいてエルサレムの教会の人たちのことが無関心で置いておけなかったわけです。そこで彼は交わりを始めるためにこの献金を送ることになりました。交わりっていうのは一つ起こると一つだけで終わらないんですよね。交わりっていうのはこう波紋を開いていろいろなところに広がっていきます。16章をもう一度見ていただきますと、16章にはいくつかの地名、そして何人もの人名が出てきます。まず16章の一節のところを見ますと、コリントの16章の一節を見ますと、ガラテヤの諸教会、二節はあなた方、あなた方というのはこの手紙を受け取った人たちですからコリントの教会、そして三節では献金を受け取るエルサレムの教会、五節ではマケドニア、そして八節を見ますと、しかし五旬節まではエペソに滞在するつもり、エペソが出てきます。でパウロはエペソにとどまると言っていますから、エペソで手紙を書いていることがわかります。これは当時のローマ帝国のいろんなところをカバーしていた、ローマ帝国の大きな広い部分を全部カバーしていたわけです。ガラテア、アジア、マケドニア、アカイア、ユダヤ、今の地図を見るとトルコ、小トルコ半島というんですか、黒海の、まあ、ウクライナの今問題になっているその出入り口になる黒海のところの出っ張ったところ、それからさらにエーゲ海を挟んでギリシャに渡って、そのあたり一帯をこの手紙の名前はカバーしているわけです。で今だったらね、飛行機でペペペッと行ったり、行けないときは自動車で走ればいいですが、当時はもちろん飛行機はない、車もない、せいぜい使えて船ですよね。彼らはみんな歩いて行ったわけです。距離は離れてバラバラでしたけれども交わりがあったんですよね。でパウロはその交わりの素晴らしさをエルサレムの人たちに届けたいということで、その時実際にパウロに同行した人の名前が使徒の働きの20章の3節に書かれています。ちょっと開いてみてください。20章の3節です。ちょっと読んでみますね。いや、訳が少し違うかもしれません。そこで3ヶ月を過ごした。そしてシリアに向けて船出しようとしていた時に、パウロに対するユダヤ人の陰謀があったために、彼はマケドニアを通って帰ることにした。彼に同行していたのはピロの子であるベレア人ソテパロ、テサロニケ人のアリスタルコとセクンド、デルベ人のガイオ、テモテ、アジア人のティキコとトロフィモであったっていうんですね。で私たちが読んだら、そうか、えらい陽気いったんやなというぐらいですけれども、この名前を見た時にエルサレムのクリスチャンたちは感動したんですよね。なんでかというと、ここに書かれている名前は
この献金を届けるチームの名前ですけれども、みんな異邦人のクリスチャンだったんです。異邦人の名前だったんです。だからエルサレムのクリスチャンたちがそれを読んだ時に、貧しい異邦人のクリスチャンたちがこんなに自分たちエルサレムの教会のことを思ってくれているのだということだけで、彼らは心がこう温められたわけですよね。ちょうどあの丸坊主のクラスメートを見た時の女の子のように、それ読んだ時に彼らは胸が熱くなったわけです。キリストによって与えられる交わりっていうのはそんなもんだと思いますね。まさかあの人が自分のことを考えてくれてるなんて思ってなかった。でも今日は本当に良かった。でこの交わりの持つ力が喜びの波紋を広げ、さらに次の交わりを生み出す力になり、誰かの人生を変えて、あなたが踏み出す一歩が次の交わりを育てていく原因になっていく。だからそのようにこのコリントの教会にパウロはなってほしいということを願いを込めたわけです。16章の最後の、先ほど読んでいただいた最後のところにパウロは思いを込めて書いています。目を覚ましていなさい、固く信仰に立ちなさい、大しく強くありなさい、一切のことを愛を持って行いなさい。そうしたら私たちの与えられた交わりが互いを支え変えていくことができる。そして今こそこのハワイに、あるいは日本に、あなたの周りに、いえあなた自身の心の中に交わりが生み出す喜びの輪が始まることのできるチャンスではないかと思うんです。交わりは、まあ暇があったらお茶でもしましょうっていうような交わりもありますけれども、私たちが今話している交わりは、わざわざ時間を作ってあなたから始めていく交わりなんですね。おせっかいなんですよ。おせっかいをするときに何かが届くんですよね。だから、ああ、あの時そういうことだったのか。してもしなくてもいいけれども、するときに新しいことが生まれる。交わりの輪を広げるっていうことは、あなたを変えるだけではなくて、その相手の生活、場合によれば、大げさに言えば、あの人の人生を変える。4人も殺さなくても済む。そのような世界を作るための第一歩になるということを覚えて、お互い主がくださっている恵みを感謝していきたいと思います。お祈りをします。